はい、こんにちは、ピカーです。今日ね、WRC8 やっていきたいと思います。やっと出ましたね。まだ1回しかやってないけど。今回の WRC8 は何がすごいかって、まず物理シミュレーションがすごい。で、グラフィックが綺麗。あとは、コースがね、すごいいっぱいある。もう1個ね、私なりの売りはこのキャリアモード。WRC のドライバーになったかのように、レースを楽しんでいけるっていうね、そういうモードが追加されています。Welcome to the workshop. ほら。This is where you make race preparations, manage your crew, and organize your event calendar. 会議室から始まるんだね。かっこいいな、このガレージ。ね。っていうのをやっていこうと思ったんだけど、ね、これね、クソ難しいんだわ。だから、トレーニングからやっていきたいと思います。はい、キャリアモードやる前に、この、ね、トレーニングっていうのがね、すごいよくできてるのよ。これをね、ちょっと今日はね、紹介していきたいと思います。で、WRC8、すごい、ドライビングの練習になる。まあ、みんなね、いろんなシミュレーター乗ってると思うんですけど、やっぱり行き詰まったりとかするじゃん。そういう時にね、ぜひやってもらいたい。これちょっとやってね、すごい勉強になった。で、何がっていうと、まずね、こう舗装路はもちろんのこと、砂利道だとか、いろんなね、短いコースで同じコースをぐるぐる回るから、20秒ぐらい以内のコースで、いろんなね、コーナーを経験できるっていうね。だからね、その、なんていうのかな、スランプに陥った時とかが、抜け出しやすいかもしれない。で、それをちょっとね、今日は紹介していきたいと思います。で、砂利道はね、何がいいかっていうとね、砂利道ってトラクションが基本的にないから、そのトラクションをかけるアクセルの入れ方っていうのが、まあ基本的にハイパワーな舗装路でも一緒なんだよね。やっぱりアクセルバーンって踏んじゃうと抜けちゃうところをそーっと入れていく。で、これね、なかなか素人っていうか、ハイパワーの車ってあんまり乗り慣れないじゃん。日頃さ、街中でさ、600馬力あったって今トラコンがかかっちゃうから足でコントロールすることないわけじゃん。でもサーキットだとやっぱりさ、まあ、コーナリングホースもあるから出すアクセルって結構ね、練習ってあんまりする機会がないと思うんだけど、そういうのが練習になるっていうのをね、まずちょっとお見せしよう。まずはもうね、ぐるぐる回るやつ、 WRC のヤリスでやっていく。短いからね、すごい勉強になるね。まずね、舗装路から行ってみよう。これがね、スタートするじゃん。単純にね、これ左上に出てるんだけど、矢印ないね。あれ、矢印ない。左上に、このゴールドのタイム、シルバーのタイム、ブロンドのタイムを、まあ一周でね、そのタイムを出しなさいっていうことなんだよ。で、まあいろんなね、これね、クラッチも使うモードもあるし、勝手にね、パドルも使えて切り替わるから、まずパドルでね、やっていこう。まずコースを紹介していく。単純にこう、舗装路ね。ブレーキングからターンインだけ。アンダー出るね。これだけ。ちょ、もう一周いくよ。もう車なりに走ると大体どんなもんかっていう。15秒4じゃん。こっから先ね、詰めていくのが意外とね、大変なんだ。これね、なかなか勉強になる。まず本当にターンインのこの切り込んでいくこのタイミングとは、アクセル入れるこのタイミング、これがね、本当ちょっとね、今ね、ブレーキをね、強く踏みすぎてアンダーでかね、ブレーキングアンダーでかね、これもブレーキングアンダー出てるね。これね、本当に難しい。ちょっと無音でやるわ。もうこっちはね、こんぐらいでいいじゃん。でこれね、微妙にね、いやらしいのがこっち側下っててさ、あそこ出っ張ってんだよね。こっち側は意外と決まるんだけど、まあ14秒6みたいな、まあ、単純にぐるぐる回ってるだけじゃんって言うけど、思うけど、これがね、意外と本当にね、いろいろやってみた。サイド引いてみたりとか、なかなかね、難しい。あとね、サイドで回ってみたり、失敗してみたり、サイドの方が早いのかな。
うまくできない。うまくできない。っていうのがあったり、で、このトレーニングセッション A っていうのが全部舗装路なんですよね。ずーっとね。だからこう、同じコースをぐるぐる回って、そのね、挙動を、同じコースのどういう走りが速いかっていうのを一個一個研究していけるんだよね。ちょっと次やってみよう。ここなんか単純にこういう、まあ、今やっててもパッと見てもさ、ひょうたん型がみたいになってて、ぐるーっと回ってこっち一回行って、ここで U ターンして戻るだけっていう、すごい単純なコースなんだけど、まあ、ジムカーナみたいな練習で、はい、アンダーだからこれをさ、どうやって速く走るかっていうのを、もうね、まあ、しかも4区だから前が引っ張ってくじゃん、とにかくこう振ったりとか、こうちょっとサイドを引いたりとか、それで練習がすごい、もうね、ちょっと滑らせたり、サイド引きずっちゃうんだけど、なんかいろんなことはある。もうね、アングルね、ドリフトアングル、ちょっとドリフト振ってみて下手くそだけど、これね、なかなかこのね、喋ってるとなかなかこのね、シルバーでさえ出すの難しい。前が引っ張ってくるイメージ、ね、みたいな感じで、これちょっと面白いんだよね。ほんとジムカーナの練習みたいにま、流しっぱなしとか、なんか結構楽しいじゃん。今流れっぱなしだったよね。で、このくらいで、どのくらいでこう、サイド引くとか、面白いんだよね、本当に。なんか、これを練習すると、多分なんかね、車の動かし方っていうのかな、勉強になるっていうか、慣れてくるよね。で、次ね。まあ、ここまでは、まあ、俺も舗装路乗ってるから、まあ、いろいろとできる。もうちょっと詰めていけばタイムも出る。けど、タイムが本当に出なかったのがね、砂利道ね、荒い砂利な感じ。これがさ、またハンドルのこの反応とかがさ、ないわけよ。だからもうこれ止まらないしさ、雨の日走ってるみたいな感じ。そうするとさ、もうなんか俺みたいなさ、普段舗装しか乗らないドライバーはさ、もうこうできなくな、もうあっという間にできないんだよね。アンダーしか出ませんみたいなさ、これオーバーどうやって出すんですかみたいな。これね、すごい、ほらアンダーしか出ません。これやばいじゃん、これやばいじゃんってなるわけね。アンダーしか出ない。いや、これクソ難しいわけじゃん。クソ難しいんだよ、これが。それでね、これでちょっと俺がサイドさ引かないとダメなんだよ。この引き具合もさ、今ぐらいな感じ。ちょっとサイド引ずってたから、これのね、デッドゾーンを設定した。ほら、この感じ。もういいけど、あー難しい。ごめん、ブレーキングがね、こういうブレーキングをね、ブレーキングをうまく
ね、ブレーキングもそーっとうまく、アクセルもね、いやー難しい、待って、ギリギリを立ち上がるとか、早めにブレーキングしてクリップにきっちりつくみたいなね、もしくはやっぱサイドだよなサイド引かないと早く走れないよな、にしても遅いよな俺、ハンドルの打角かなとかさ、打角かもしれないな、意外と打角が大きいと、意外とステアリングを切って、こういうことか、ちげえなあ、何なんだろうって、ちょっとアクセルオンで回ってくるのかな、いやー分かんねえなただぐるぐるしてるだけなんだけど、これがね、ちょっと待って、ワイパーどれ、ただぐるぐるしてるだけなんだけど、ちょっと待って、結構ここはゴールド行ったんだけどな難しい、いやーきついわ、やっと出たわ、サイド引かないとさ、やっぱあのぐらい微妙なサイドを引かないとタイム出ないっていう、ほんとね、だらだら回ってては全然タイム出ないんだよね、これがねちょっと面白くて、タイムの出なさ加減が面白いなって思いました。で今のはサイドじゃん、でね、もう一個あるんだよね、見てもらいたいやつが、でね、このちょっとね違うタイプの砂利道、これがねちょっとね、同じサイドブレーキじゃタイム出ない、この R がね、ちょっとスプラッシュなんかあるんだけど、これさ普通に道なり走るよ、アンダーアンダーアンダー、全然出ないじゃん、19秒、フロントにも届かないじゃん、ちょっと走ってんじゃん、これはね、アンダーが出さないようにでね、これはね、何が練習になるかってね、このね、ブレーキ、このね、絶妙なブレーキと、あとアクセルのね、このパーシャルでこう、コーナリング中にパーシャルで加速も減速もしないアクセルを入れてないとフロントは食わないっていうね、ことに気づいてきて、ほら、いきなりすごいタイム出るじゃん、全然違うんだ、もうこのね、このアクセル今見て見てこれ何気にこうアクセルってのをブレーキ踏んで、これでもって意外とタイム出るんじゃないかっていうねすごくない、これ普通にやると全然タイム出るのに、もうね、前回で言ってアンダーアンダーってこういうなんかアクセルがパクパクパクしてると、オンオフオンオフみたいな感じの使い方してると全然タイム出ないのに、
でこうパーシャルでこういうちょっとね持ってねトラクションをかけるようなアクセル、コーナーに途中でこういうねちょっとこう持ってるとアクセルをちょっとアクセル踏んでる、加速も減速もしないアクセルを ここで必要ない、このタイミングでここからアクセル踏んでいくっていう、これはねコツだと思う。これのくない、ワイパーワイパー、ゴールド出したい、ゴールド出したいです、ゴールドください、水落としまで使って、トラクションをかける、うわーゴールド出なかった、17秒02、いやー100分の2足りないねいや面白くないこれ。だからでこれもういっぱいあるんだよ、まあね、いろんな本当に複合的なコーナーがあって、まあでもなんかね意外と単純なやつの方が面白いなっていうね感じはしました。はい、いかがだったでしょうかね。WRC8、この練習になる、本当にね、なんか、もう普通のシミュレーターじゃ練習できないようなこと、まあ練習できるというか、もうあんまりこう目に見えないような、あとはなんか普通のシミュレーターだと、1周が2分とかかかっちゃうじゃん、1分40秒とか、長いサーキットだとさ、そうすると、1分40秒に1回しか練習できないけど、これ20秒に1回だから、ものすごい効率がいいんだよね。だから、あと、やりたいことを重点的に練習できるし、このねトレーニングコースで一周っていうやつはすごくいい。なんか毎回思うんだけどさ、ちょっと、まあ、ここまで見る人まあれだけど、例えばね、ちょっと待って、このコーナーあるじゃん、例えば1個のコーナーだけでもさ練習できるようにしたいよね、それそう思うとここくっそ難しいじゃん、あー乗り上げた乗り上げた、ああちょっとなんか痛い、また痛いまた痛いまた痛いってなってるなんか、だから毎回さ次のなんか富士の最終コーナーだけ練習したいとかさあるわけじゃん。シミュレーターなんだからさ、なんかそこだけ練習できるようなさ、なんか繰り返し10秒に1回ぐらい、10秒に1回もう富士のさ立ち上がりが来るみたいな、なんかそういうのを作れる人だってわざわざ一周してくることないでしょ、リアルに近づけようってシミュレーターなんだからさ、もっと一つのコーナーいっぱい練習させろっていうさ気が最近してきて、なんかね、新しいコースでもさ、なんか一つのコーナーだけあったじゃん、ね、GT スポーツでもさ、なんか一つのコーナーだけだけど、あれなんか途中でさポンって戻されて、用意スタートです、このスタートから始まるじゃん、あと3、2、1、5みたいな、あんなんなんかいらないから、もうなんかパッて戻ってほしい、パッて前のコーナーに、前の進入スピードにパッて戻ってほしいそれ巻き戻しってことになるのかな、うん、なんか巻き戻しみたいな機能をもっとうまくね使いたいよね、なんか練習で。どうせさもうサイドってやつはすごいな、本当にこれちょっと待って、全然運転できないんだけどまあちょっと練習するわ、こういうの。いや、この本当にね、WRC8 の練習がクソ面白いし、なんかすっごい効率がいいっていうことに気づいて、ひたすらやってた、今。3時間ぐらいずっといろんなコースぐるぐるしてた。面白かった。で、WRC8、そういう意味で、そこだけでもおすすめだから。はい、またね、こういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。